アルコールの使い方、簡潔に、かずまきに、まとめてください。今、1、2に書いてあるけど、1、2、3、4で続けてもらったり、炎が大きくなる、火力が強くなる、出しすぎ、出てないと、そもそも、アルコールが下からどんどん上がっていくでしょう。だから、芯の先からどんどんアルコールが上がっていく。このまま芯出したくなるやろうけど、これはやっぱり、一旦、消してもらって、芯を出す。はい、で、消し、倒してください。で、こうやって燃え上がります。で、キュッて、で、元へ戻す。確認して、消えてる。斜め45度くらいを意識して、火をつけます。で、火をつけたら、アルコールランプの方に点火して、ついてる火は、水の方へ。で、今回、もしも、例えば、アルコールランプがこのように倒れてしまったら、布を上から覆いかぶせるようにして空気を遮断します。この後、蓋のところを持ちながら起こして火が燃えてないかの確認をします。で、アルコールが下についてると思うんで、それを拭いてタオルをちゃんと洗い流しましょう。そういえば前後左右に動かす、これによって今見たいものをこう最初にこうやって見ると、今日見るものがもう染めてあるので、黒くちっちゃいけど見えるんですよ。目がまだこれ目玉のお顔が今日は隣になりましたが、どんぼやバッタは隣がないですよね。そうです。蝶は卵幼虫、さなぎ、成虫、つるに育ち、トンボヤバッタは卵、幼虫、成虫と育ちます。これの出し方も良かったですね。卵から幼虫って、蛇腹式に出ていく。で、ああいうちょっとした工夫が、子供たちの理解を、すごく理解しやすくするか、理解しにくくするかって一つの分岐点です。これ結構短い時間で全部そのポイントを絞ってこう書き出すっていうのは、かなり要求水準が高いっていうか、そこを高くしてるんですけど、だからこそ伸びるっていうか、この授業の一つの大きなポイントです。